はい、皆さんこんにちは、レイです。今日の動画は告知になるんですけども、2020年12月の18日に串谷高等店が串谷江戸川店と場所を引っ越しして新しくなります。で、僕はその翌日の12月の19日土曜日に、朝から晩まで最後までおりまして、その日にですねちょっとしたイベントをやろうと思っているんですけども、新店がですねオープンするというタイミングで、よかったら皆さん12月19日串谷江戸川店に、遊びに来てください。で、先日高等店ですね、最後のお買い物をしようと思いましてですね、久々にちょっと寄ってまいりました。実は僕は串谷の世田谷と高等っていうのが多分一番多く通ったお店なんじゃないかなと思うんですけども、初めて行ったお店は世田谷で、その後日常的に通ったのは高等店の方が多かったですかね。で、夏になって急遽メッシュジャケットが必要になったり、冬になって、防寒のウェアが急遽必要になったり、ネックウォーマーなくしちゃってネックウォーマー買いに行ったりとか、駆け込み寺としてですね僕は重宝しているんですけども、最近串谷に例えば東京で言うと三鷹店とか、横浜のパフォーマンスストアとか新しいお店がすごく綺麗になっていてですね、高等店というのは、老舗といえば老舗なんですが、かなりこう長い歴史のある建物ですね、味わい系な雰囲気だったんですけども、江戸川店はですねすごく綺麗になるそうですので、とてもとても楽しみにしております。で、場所なんですけども、串谷高等店っていうのは、蔵前橋通り沿いっていうのにあって、東京の東側の下町エリアでですね、靖国通りが14号にあって、14号はそのまま千葉の奥地までこうつながっていたりもするんですけど、その一本北側の蔵前橋通りってところにあって、僕もなんかよく使う道といいますか、僕は東京の東側の方が道明るくて、西側の方がちょっとそんなにわからないんですけども、地元っちゃ地元ですね。で、前のその高等店からその蔵前橋通りを一本そのまま千葉方面東へずっと行くだけでもう着くらしいんですね。で、僕まだそのお店の住所のところ行ってないんですけども、どうやら高等店から、車だとちょっと道が混んでるようなエリアで、15分20分ぐらいかかるかかからないかぐらいの場所だそうなんですけども、バイクだったらば高等店知ってる人だったら、10分とかで行けちゃうんじゃないですかね。地図で見ててもすごく近いようなんですよね。で、ここが東京のその東側下町から千葉にかけての一つ拠点になる場所なんじゃないかと思うんですが、僕この間はですね、ずっとそのとあるアイテムを探していたんですね。で、ずっとそれが売り切れになっていて、で、串谷の人と話すたびに、あれってまだないんですかなんてことは気にかけていたんですけども、で、その後ちょっとそれを忘れてて、で、ちょうど千葉テレビに、前入りで入る日があってですね、で、千葉方面行くから、じゃあ高等店行こうかなと思って寄ったら、その僕が探しているものが大量に入荷してたんですよ。で、こういうタイミングはもう買っておかないとダメだなと思って、3つ4つですね買っておきました。その動画はまた別の動画で出るかと思うんですけども、で、改めて、新店がですね12月の18金曜日に、オープンするということでですね、僕はその翌日の19日の土曜日に、お店に行きます。で、前に串谷仙台店の、そちらもですね、リニューアルオープンの時に1日店長なんてやらせていただいたんですけども、すごくたくさんの方に来ていただいて、で、1日店長としても何してたかと言いますと、1日ずっとおしゃべりしてただけなんですけども、バイク談義であったりガジェット談義であったり、車の話だったりとかで、いろんな話をですねさせていただきました。で、お店に行くとですね、前には串谷横浜店でイベントやらせていただいたことがあったりですとか、そういうタイミングで、つなぎのオーダーのですね相談に乗ったりとか、そんなこともしておりましたので、かっこいいつなぎの作り方、オプションでつけるべき、裏メニューってわけじゃないんですけど、そんなに大々的な表メニューになってないですね、コツとかもいろいろありますので、よかったらですねその時に、何でも聞いてください。皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。で、その際にですね、僕のレイブログの公式アイテムですね、ここまでアパレルとかニューエラのコラボキャップとかいろんなものを作ってまいりましたけども、新しいものを作りました。で、それをまだオンラインストアにアップしてないんですけども、その12月の19日江戸川店で、先にですね、出しちゃおうと思いますので、ぜひぜひですね手に入れてください。限定数のアイテムなのでそんなに多くもありませんので、このタイミングに確実にゲットして帰ってください。そんなわけで、串谷江戸川店でお会いしましょう。
以上レイがお送りしました。